呉市役所には西日本豪雨の犠牲者を追悼するための献花台が設けられ、はじめに新原義明市長が花を手向け犠牲者を悼みました。2018年に起きた西日本豪雨、呉市では3230件の家屋が被災し、災害関連死を含めて30人が亡くなっています。あの人たちの犠牲の上に私が生きておりますからね。安らかにお眠りください。自分の命は自分で守る、自分のことは自分で守る、早めの避難のことが一番大事だと思います。呉市では正午に黙祷が呼びかけられるなど、被災地は今日一日慰霊と深い祈りに包まれました。